限のある佇まいから素早く打つ面。長年高校剣道の強豪新田高校で監督を務めた渡辺範夫さんです。渡辺さんは今年5月京都で行われた昇段審査で最高段位とされる8段に合格。審査を受け始めてから22年目の快挙でした。やっぱり剣道で育ててもらったんで、剣道で恩返しするためにも、8段合格してよかったかなと思います。立ち合いの練習とかいろいろ指導もしてもらいましたし、いろんな経由のおかげで通ったと思います。剣道の段位は初段から8段まであります。6段や7段で合格率は1割から2割、8段になると一気に減り、合格率 0.8% の狭き門です。そもそも8段は7段を取得した後10年間の修行期間と46歳以上の年齢という2つの条件をクリアして初めて審査に挑戦する資格が与えられます。そのため8段を取得するには初段の取得後早くても30年はかかり、まさに人生を剣道に捧げることで手に入れることができる段位とされています。中央大学までですね、一緒に剣道をしたですね、剣友です。長年共に剣の道を歩み続けてきた遠藤会長も渡辺さんの腕を認めます。しかし46歳の初挑戦から22年もの間、8段昇段の高い壁に跳ね返され続けました。剣道8段の審査は技術だけでなく精神力や礼儀作法も厳しく評価されるため非常に難関とされます。今年3月に長年勤めた新田高校を退職した後は、県警の OB などで作る明倫会で日々稽古に取り組んでいました。大学の先輩に最後まで諦めになると、言われたものもあるし、教員として生徒に努力せえと言って追い込んでるのに自分が逃げるわけにはいけないんで、今回特に練習で磨いたのは切り返し面。相手の面を連続して打つ技術で剣道の基本技の一つです。毎日の朝稽古で2セットを繰り返し、相手に攻められても姿勢を崩さずに堂々と自分の技を出せるようになりました。相手が出てくるところ、相手が引いたところ、居ついたところ、そういうところを自信を持ってですね、打っておりました。激しさの中にも相手を引き込むような、誘い込むような剣風に変わられたんじゃなかろうかなと。稽古の成果は審査の当日にも花開きました。相手が技を出そうとしたところを面、相手が面を打つところを返して胴、技がきれいに決まり、22年目に及ぶ挑戦はようやく実を結びました。全国で889人が受け、合格したのは渡辺さんを含めわずか6人です。松山市生まれの渡辺さんは久井田小学校で剣道を始め、新田高校から進んだ中央大学では全国大会で個人3位の活躍を見せました。卒業後は母校の新田高校で指導者となり、おととしの全日本選手権で県勢初の頂点に立った県警の村上哲彦さんら多くの有力選手を育てました。小学生の時に全国1位を成し遂げた強豪選手も、とても攻めが強くてあんまり打っていけなかった。渡辺先生の攻めなどをしっかり自分もできるように頑張りたいと思います。自分も
野城先生みたいに八段合格できたり正しい剣道できるようになりたいと思っています。まあ、剣道は年取ってもずっと一生できますので、またその反面剣道は難しいですけども、子どもたちには剣道の良さを見つけて楽しい剣道をしてもらいたいと思います。渡辺先生のご自宅の敷地に来ています。剣道八段を取った秘密がこの大きな建物の中にあるということです。剣人堂と書かれていますね。一体何なんでしょうか。入ってみたいと思います。高校の監督を退職後、自宅の道場でじっくり練習できたことも合格の要因ではないかと考えています。道場の名前剣人堂は大学時代の監督が命名したそうです。辛抱強く、はい、真面目にやれということだと思うんで。その名の通り、辛抱強く八段に挑戦した渡辺さんを支えたのが妻の直子さんです。北は北海道、南は熊本まで、剣道未経験にもかかわらず全国各地で行われる練習会や八段の審査に同行したそうです。まあ一日体育館にねいるわけですからね、道場に朝から晩まで。いや、まあ皆さんは私のことを八段って言いますいや、私が八段になったからこっちは今ない九段ですよ9人いらした審査員の方がいつも見てて、やっぱりこう目で追ってるんですね、主人は。日本の間でこうその時にひょっとしたら今回行くかなと、いうのはありました。終わったなと、長い長いトンネルを抜けたなと。二人で歩んできた22年間、渡辺さんを支え続けた理由は、主人の剣道が私は好きだった、それだけですよねどういう姿が、やっぱり全てですね、やっぱり、全て、はい。一番最初に見た時に剣道分からなくてもちょっとね、そういう面で惹かれた面があったので、だからやっぱり剣道は、主人の剣道が本当に何度も言うように好きでしたね、だから応援しようと、あっという間ですよ。そんなに長いとは思わなかったね。八段となった今思うことは、まあこれから指導者になったり模範的な立場になりますから、と。だから稽古してても七段だったら八段を選んで稽古できますけども、やっぱり八段は前に並んでくれた人とちゃんと稽古して、また並んでくれて感謝ありがたい気持ちで稽古しないといけないと。それと本当周りの人に本当感謝ですよね、本当ね、まあ、いろんな人に励ましてもらって、本当に励ましてもらって、合格率 1% 以下の厳しい試練、それを乗り越えた原動力は不屈の精神と夫婦の絆でした。